皆さんこんにちは、ゆみです。今日は呪術廻戦のアニメイトで購入したものを紹介していきたいと思います。7月23日からサマーフェアが開催中です。今回は椅子シリーズになります。1100円前にポストカードが1枚もらえます。今回購入したものは五条先生のアクリルスタンドと書き下ろしの缶バッジ2つと場面書の缶バッジを3つと呪術廻戦クッキーの1つを購入しての4400円を超えたのでポストカードは4枚になります。それではポストカード表面を見たいと思います。ではひっくり返します。はい、最初はマキさんです。で、2枚目はスクナです。そして3枚目がユージくん、4枚目がのばらちゃん。今回はこの4人になります。スクナが一番最後で、スクナ、ユージくん、めぐみくん、のばらちゃん、まきさんで並んでるはずなんですが、今回めぐみくんが入ってなかったのでもしかしたら抜かれていたのかなってちょっと思います。ユージくんはこんな感じです。みんな椅子の座り方が独特ですよね。そしてのばらちゃんです。のばらちゃんは足を組んでます。そしてまきさんは足を組んで腕も組んでます。かっこいい顔してます。そして今回はスクナもいます。スクナは結構足を広げてます。五条先生のアクリルスタンドはこんな感じです。前回の冬の日と同じで長方形のアクリルスタンドになっています。枠はこんな感じです。はい、立てるとこんな感じです。冬の日のアクリルスタンドの台座は穴が5つあったのですが、今回は2つだけになります。高さはだいたいお花見シリーズと同じぐらいです。五条先生も足を組んでいます。ちょっと椅子が浮いてる感じに見えます。そして謎のポーズがめちゃくちゃかっこいいです。それではクッキーを開けたいと思います。こちらおまけシールが1枚入っています。この容器もめちゃくちゃおしゃれなので何か入れれそうですね。クッキーの中にはチョコが入っています。これは絶対に美味しいですね。じゃあ開けたいと思います。はい、やっと開きました。クッキーはこんな感じです。せっかくなので食べたいと思います。ちょっとだけ中のチョコレートが溶けていました。ですがチョコがあったので飽きずに食べれると思います。クッキーはあと2個目、3個目、4、5、5個、クッキーは5個入っている感じです。そして銀袋に入っています。予想していた大きさよりかなり大きいです。容器はこんな感じです。ふわコロリンを入れるとギリギリのサイズですね。ふわコロリンがギリギリ1個入る大きさです。それではシールを開けたいと思います。ではいきます。はい、お、めぐみくんでした。ポストカードで出なかったので結構嬉しいです。でも大事な足を広げているのが見えません。このめぐみくんはめちゃくちゃ足を広げています。シールコレクションの大きさを予想していましたが普通に大きめです。シールの大きさはだいたい缶バッジの袋と同じぐらいです。クッキーも美味しくいただきたいと思います。それでは缶バッジの書き下ろしの本を開けたいと思います。今回は2個しか購入していないので五条先生が出ることを祈ります。じゃあ1つ目、この袋はなかなか開かないです。では、いきます。はい。お、のばらちゃんです。のばらちゃんはドラップだとこんな感じです。目が大きいですね。そして優しい表情です。じゃあ2つ目。では、いきます。
はい、あ、パンダでした。はい、今回初のパンダです。顔がめちゃくちゃ大きくドアップになっています。体がちょっと背景と一体化して顔だけに見えます。今回の椅子シリーズは五条先生は一つも出ませんでした。なので次は場面者の缶バッジで当てたいと思います。場面者の缶バッジは呪術甲子園のイラストになっています。サングラスの五条先生を絶対にゲットしたいです。じゃあ一つ目、ではいきます。はい、お、これは3人が写っています。これはゆうじくん、とけくん、めぐみくんの3人が写っています。結構贅沢な缶バッジです。これは珍しいイラストなのですごい嬉しいです。ゆうじくんは白目になっています。じゃあ2つ目、ではいきます。はい、お、五条先生が出ました。はい、今日初の五条先生です。本当に全てが綺麗です。ちょっと口がポカーンって開いてる感じがいいですよね。これはめちゃくちゃ嬉しいです。はい、まさかの一番欲しかった五条先生が出てくれたので、残り1個は誰が出ても嬉しいです。じゃあ3つ目、では最後です。いきます。はい、お、トゲくんでした。ちょっと上目遣いな感じがいいですよね。やっぱり野球の回は一番好きです。はい、今回の引きはこんな感じでした。場面者で五条先生が出てくれたので本当に良かったです。ぜひ皆さんもアニメイトに行って購入してみてください。呪術廻戦ではないのですが、東京リベンジャーズのグッズも欲しくてアニメイトを探しに行ったのですが、全くなかったです。7月中旬発売の缶バッジが欲しかったのですが、まだ入っていないみたいなので、オンラインの方では予約をしているのですが、店頭でも見つけたら購入したいなって思っています。また呪術廻戦の他にもグッズ開封していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してない方はよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。見てくださってありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。